妻の旧宗建さんです。蓄えもなく借金の返済も滞る中、厳しいやりくりが続いています。毎日食べるのに不自由しないのは、港で手に入るこうした魚介類があるからです。这个吃呢就拿出去吃掉了，这样子。这个鱼啊，这个鱼都是人家外港了，我们他们讨了一次的，没到菜市场去买，我们不愿意到菜市场去买。算了，没有钞票啊，钞票没有钱了，我也没有钞票了。夫さん、最近はめっきり食が細くなったと言います。我现在什么东西都吃不下了。你吹的就到我这里来过，我身体不好。我想你了，都可以。你这这些年戒不掉了。漁師として生きて40年、海がこれほど遠いと思ったことはありませんでした。資源保護の声が高まる一方で、増え続ける魚の需要、それにどう応えるのか。政府はこの10年、漁業を変えようと大きく舵を取ってきました。そこで打ち出されているのが、海で魚を取るのではなく育てる漁業、養殖の推進です。内陸の各地では畑が次々と養殖の池に姿を変えていきました。今では中国で消費される魚介類のうち、養殖の占める割合は実に7割に上っています。養殖業の推進がこの一帯の漁業の姿も変えつつあります。湾の入り口に並ぶようにして停泊する2隻の船がありました。1隻は2週間の東シナ海での漁を終えて戻ってきたばかりの漁船。そしてもう一隻は養殖業者の運搬船でした。これから海の上で魚の取引が始まるのだといいます。漁船の冷蔵庫から次々と引き上げられる魚。カタクチイワシや他の魚の稚魚、すべて小さな魚ばかりです。这鱼买去干什么呢？买养鱼吃。养瓜子。养鱼吃。啊。宁德那边养鱼吃。船长の蔡光明さん、この道40年のベテランです。数年前までは取った魚はすべて市場に卸していました。自分の取った魚を消費者が喜んでくれるのが仕事のやりがいでした。大多数都是小鱼，损失太大了。値
が安い小魚を少しでも高く売らなければ燃料代も出ません。養殖業者との直接の取引はせめてもの工夫なのです。不容易啊，薪资怎么开出去不好赚？你利息到什么地方去呢？何キロもある魚に育つのか、それとも大きな魚の食べ物となるのか。東シナ海の自然の循環の中で果たす役割のあった魚です。この夜、取引された小魚は40トンを超えていました。追い詰められていく赤穂湾の漁師たち。春節前の漁で赤字を出してしまった陳さん。実は漁業に代わる新たなビジネスに乗り出していました。